はい、こんにちは。こんにちは。はい、本日は友達に贈りたいクリスマスプレゼントをご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、今日は3個選んできたんですけれども、はい、友達に贈るってなると、多分大体の人はそんなにお金をかけたくないかもみたいな、そこまで、ね、クリスマスのプレゼントだから、まあ、そんなに誕生日とか記念の時とかじゃないから、できるだけ抑えたいかなって方も多いと思ったので、まあ1万円以下で、5、6000円ぐらいの価格帯を選んでみました。なるほど。はい。じゃあ一つずつご紹介していきたいと思います。はい。まず一つ目がこちら、パーディーのスタンドペンケースです。はい。ペンケースっていう名前なんですけれども、結構ポーチとかでも使える形になってまして、こう L 字型のファスナーがついてるんですけど、こんな感じで。おお、開きます。見やすいですね。はい、ここ下まで行かないので、なんかこう中身がバーって出てくるとかも、なるほど、結構防がれるかなと思います。結構スマホ入れにしたりとか、あとはマガジェット、コードとか入れたり、あとはまあ化粧品とか入れてもいいし、でまあペンケースっていう名前がついてるんで、まあ、ペンケースとしても使えるし、どんな人にあげても結構使い勝手がいいアイテムなのかなと思います。なるほど。でスタンドペンケースっていう名前なんですけど、パーディーの柔らかいエルクレザーならではの特徴になるんですけど、おお、そんなことして大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。わあ、くるっとするとこんな感じで立ちますよってことで、なるほど。ペンケースとして使うときは、ここ中身ペン入れたまま、手の上でこの状態で出し入れしやすいよっていうスタンドペンケースとなっております。いいですね。はい、なんかこの素材感も秋冬にすごいマッチしてますね。すごい柔らかいあのヘラジカの革なんですけど、はい、こういうちょっとこのカーキとかだとここに傷が入ってたりとか、この一つ一つこう表情が違うので、天然比較ならではの風合いを楽しめるアイテムとなっております。はい、一つ目がパーリーのスタンドペンケースでした。はい、じゃあ二つ目がこちら、ビアベリーのリボンキーホルダーでございます。おー、かわいい。かわいいですよね。これが、2種類形が出まして、今までこのリボンの形のものだったんですけども、つい最近こちらスラッシュ型っていう、ちょっとスタイリッシュな形も出ました。こっちだと結構可愛らしい雰囲気なんですけど、こっちのスラッシュ型になると結構ちょっとかっこいい雰囲気に見えるのかなと思います。でこれがですね、ボタンがこう裏と表についてて、普通に閉じるとこの通常の形なんですけど、くるっと回すとこういうこう輪っかの形になるので、こう2通りで楽しめるようなものになっております。あ、これはどういう風に使うんですか？はい、これはですね、普通にカバンにつけてアクセサリーみたいな感じでつけてもいいし、ここにキーリングがついてるので、鍵をつけて、キーケースみたいな感じで使っていただくこともできます。なるほど。はい、あのこの形とかだとベルトにこう通して留めれば、はい、ウエストにつけることもできるので、結構もう荷物あんま持ちたくないって方におすすめのアイテムになっております。はい、かなり色展開あるので、ぜひ商品ページもチェックしてみてほしいです。はいはい、はい、じゃあ最後に紹介するのがこちら、レベルのコインケースでございます。はい、はい、こちらコインケースなんですけども、もう小さいコンパクト財布として使えるアイテムなので、これ一つあると結構便利かなと思います。中身がこんな感じになっております。はい、おお、こんな感じで、ここがコインケースになるんですけど、はい、ギュッと持ってもらって、あ、こんな感じで小銭を入れることができます。おー、はい、かなりたっぷり入るので、まあ、コインケースメインでも使いやすい感じなんですけど、なんとここにカードポケット、そこにカードが入るんですね。カードが入って、はい、さらに、お、真ん中にこう四つ折りでお札を入れられるポケットもついてます。
もうこれ1個で済むわけですね。へえ。現金も持つけど、このカードメインとかの方はこれ結構、うん、すごいコンパクトで使いやすいんじゃないかなと思います。これもカードも5枚ほどは入るので、うん、結構しっかり容量も入ってくれます。なるほど。これはでもコロンとしてて万人受けしますね、うん、そうですね。男性でも女性でもすごく持ちやすい形ですし、うん、革のこう経年変化とか柔らかくなっていく感じとかも楽しめるので、はい、結構革好きの方にもおすすめしたいアイテムとなっております。はい、はいはい、ということで今回友達に贈りたい革小物を3つご紹介させていただきました。はい、これ以外にも、いろいろスリースピリッツは取り扱っておりますので、うん、他の動画だったり公式サイトとか見ていただいて、ぜひお友達にあげるって予定がある方は、うん、フリースピリッツでいい革小物を見つけていただけたらなと思います。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。